ご視聴ありがとうございます。今回はソニーの純正レンズ FE24mmF2.8G をレビューします。はじめに結論をお伝えしますと、携帯性とコストパフォーマンスに優れた優秀なレンズだと感じました。ただし何でもできる万能レンズではありません。以後作例を交えながら本レンズの特徴やおすすめポイント、そして実際に使ったからこそ感じた残念な点を紹介します。本レンズが気になっている人はもちろん、ソニー E マウントレンズで気軽に使えるレンズを探している人はぜひ最後までご覧ください。それでは最初に本レンズの特徴、おすすめポイントを紹介したいと思います。取り上げたい内容は3つです。1つ目は軽量コンパクトであること、2つ目はかなりお安いこと、そして3つ目は安いのに G レンズであることとなります。それぞれ詳しく見ていきましょう。1つ目の軽量コンパクトである点ですが、本レンズは 162g となります。こちらはレンズフィルター込みの重さとなるためそれをオーバーしていますが、本体だけであれば 162g なのです。過去に紹介したことのある 28-60mmF4 から 5.6 も小型ですが、それよりもさらに小型軽量のレンズとなります。小型軽量であることはそれだけで大きな価値があります。例えばこちらは 24-70mmF2.8GM2 ですが、レンズ単体で約 700g あります。ズーム域の守備範囲や性能などとても優れたレンズではありますが、持ち運びや実際の撮影では正直重たく感じてしまいました。対して本レンズは 162g しかないため、 509g の α7C と組み合わせても 24-70mmF2.8GM2 よりも軽いのです。軽いことで携帯性は抜群です。またこのような自撮りをしていても疲れません。そしてジンバル運用もとても楽です。重たいレンズとの組み合わせであれば使えない小型ジンバルでも、本レンズなら何ら問題なく使えます。旅行先でワンランク上の画質で撮影したいと思った際、本レンズであればジンバルと組み合わせて素敵な絵が撮れるはずです。ということで小型軽量は本レンズ最大の強みと言えるでしょう。続いて2つ目の特徴であるかなり安いことについて説明します。本レンズは動画作成時点で最安値が7万円を切っていました。フルサイズ対応のレンズは本当にとても高いです。例えば先ほどちらっと触れました 24-70mmF2.8GM2 は約25万円、 50mmF1.2GM も25万円ほど、こちらの 20mmF1.8G は10万円強となっています。それぞれのレンズでできることが全く違うため単純比較はできませんが、それでもこれらレンズの値段と比べると 24mmF2.8G の7万円未満はお手頃感が際立っていますよね。本レンズはズームのできない単焦点レンズであることなど、安いには安いなりの理由もあります。ですが単焦点であったとしてもカメラ側にて APS-C モードや全画素超解像ズームを使うことでズームは可能です。もちろんこのような超望遠レンズだからこそできるようなズームはできませんが、それでもあと一歩寄りたいと思ったニーズには応えられます。カメラ本体もあるのに10万円から20万円超えのレンズは買えないとお考えの人には、本レンズはとても強い味方になるはずです。そして最後の3点目のおすすめポイントですが、本レンズはソニー純正のレンズの中でも品質が保証された G レンズとなります。ソニーのレンズには無印、G、GM と3つの品質レベルがあります。無印が一番低く、 GM が一番レベルの高いレンズなのですが、本レンズは G レンズとなり中間となります。7万円未満にもかかわらず G レンズという点も本レンズのおすすめポイントとなります。さてここまでは本レンズの良い点を紹介しましたが、冒頭でもお伝えした通り万能なレンズというわけではありません。ということでここからは実際に使って感じた残念な点を紹介します。それは何かというと、よりに弱い点です。例えばこちらのレンズは先ほども紹介しました 20mmF1.8G ですが、被写体に対してこの程度まで寄ってもフォーカスが合います。対して 24mmF2.8G はこの程度まで離さないとフォーカスが合いません。 20mmF1.8G は 10cm 未満まで寄っても大丈夫でしたが、本レンズは 20cm 未満では厳しくなります。ということで被写体によって撮影を楽しみたい人、具体的にはよりのテーブルフォトを楽しみたい人や、私のようなガジェット系の YouTuber には向かないレンズと言えそうです。また本レンズの F 値は F2.8 までいけるので悪くはないのですが、写真や動画にボケ味を求める人は 20mmF1.8G や 50mmF1.2GM のようなもっと F 値が低いレンズにした方が良いでしょう。
全体を総括する前にここまでで触れていない良い点を簡単に紹介します。先ほども触れました 28-60mm のレンズ、サイズが 24mmF2.8G とほぼ同じなのですが、ズームレンズである点が強みです。ただこちらは振動式のレンズであり、このようにレンズを繰り出さないと使えません。これは使っていてもかなり面倒です。対して本レンズは振動式でないため、カメラの電源さえ入れれば使えます。同じコンパクトなレンズですが、その点は本レンズの利点を感じました。また先ほど F2.8 はボケ味が物足りないとお伝えしましたが、だからといって暗所に弱いわけではありません。このような夜撮影であったとしても、光量のある環境ならとても綺麗に撮れます。リーズナブルなレンズですが、その点もとても良いと感じました。ただやはりボケ味はちょっと期待できないですね。ここまでの内容を総括します。本レンズの一番の強みは小型軽量であることです。これは圧倒的な価値。どんなに性能が良くても持ち出すのに億劫になるレンズだと最終的には使わなくなってしまいます。気軽に持ち出せるってとても重要だと思うのです。また小型軽量だからこそジンバルも楽に運用できます。旅やレジャーの思い出がワンランク上のクオリティで撮影できるようになる点もとてもおすすめです。そしてそれでいて G レンズなのに7万円を切る価格なわけです。単焦点のためレンズ側でズームはできませんが、それもある程度ならカメラ側でフォローは可能です。よりに強いレンズが欲しい人やボケ見満点の写真が撮りたい人には向きませんが、気軽に撮影に行けるレンズが欲しい、ジンバル運用を楽にしたい、一定のクオリティで安いレンズを探しているといったニーズの人にはとてもおすすめのレンズとなります。そのような皆様は一度購入を検討されてみてはいかがでしょうか。なお本レンズをお持ちのユーザーの方がいらっしゃいましたら、その感想をコメント欄で教えていただけると嬉しいです。 FE24mmF2.8G をこれから買おうか迷っている人の参考にもなるはずですので、ぜひお願いします。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ここまでの内容が皆様のお役に立てたのなら幸いです。またとても励みになりますので、ぜひチャンネル登録やグッドボタンをお願いします。最後に本レンズを使ったジンバル撮影の作例を紹介しながら終わります。それではまた別の動画でお会いしましょう。